はい、皆さん、こんにちは。はじめましての人は、はじめまして。いつも見てくださる方はありがとうございます。はい、テリオンのディアブロ3、脳筋と一緒に世界を救えということで、本日も一緒に楽しく冒険していきましょう。はい、ということで、私ですね、マイクをですね、新しくしまして、今までがですね、Zoom の H1 というね、マイクを使ってたんですが、今回からですね、オーディオテクニカさんですね、オーディオテクニカさんのAT2020USB プラスというものをね、利用させていただいております。で、ディアブロね、また久しぶりにやるんですけど、金が欲しいなら次は盗賊を連れて行く。お金はそんなにいらないかなで、ですね、今の目的がですね、こちらクエストですね、苦痛の広間レベル3の地下にある苦悶の間を目指せということで、この間を探せかな。で、道は再び開かれた天使を解放しよう。私を止めるものはもう何もないということで、天使さんをね、探しに行きましょう。行きますよ。はい、では、苦悶の広間、やってきたんですが、おっと、めちゃくちゃなんかこう、ねえ、よいしょ、敵が多いですね。よいしょ。そうそうそう。ここの入り口のところを見つけて、前回、進まずに、やめてきたんですよね。この先にでは向かってみましょうかね。うん。まあ、音量のバランスもね、いまいちちょっとね、わかんない状況ですが、いっちゃいます。はい、チャレンジ、流血の予感。リアは今頃トリストラムで、老いぼれのために涙を流しているのであろうな。そして今度はお前のために泣くことになる。いでよ、ブッチャー。はい、ということで、ブッチャーさん出てきました。よいしょ、よいしょ。おっと、強いぞ、ブッチャー。くそ。おっと、打撃が。よいしょ。あ、いいぞ、いいぞ。こいつなんか、自分で、うわー、147。いった。ちょっと攻撃を一応かわしつつ、ほっと、ちょっとタイミング合わないですね。技は、おし、これはいいぞ。これはいけるぞ。うわー、この突撃が食らうと痛いですね。じゃあ、ポーション使っていきましょうか。真ん中はダメですね。真ん中は火が出るので、真ん中は避けていきましょう。うん、で、AT2020 の録音環境として、一応って火が出てるぞ。一応ですね、今空中にね、マイクのアブーっと、これ、それ私が使ってる技じゃないですか。こいつ、空中にね、釣ってる状態なんですよ。うん。で、ポップガードもつけて、あ、こいつめっちゃ強いぞ。ポーション使わせて、ポーション。オッケーオッケーオッケー。で、ポップガードもつけて、録音してる状態で、入力の感度はね、0.7 ぐらいですね。うん。これをね、あんまり、入力の感度上げてすぎちゃうと、あれなんかポーションが使えないんですか。よし。もうちょっと、もうちょっと。こいつ強いな、めっちゃ。おい。おい。強いやばいよ、リアのために勝つ。やりました。どうだ、おい、アイテムがいっぱい。トリストラムのモスターマスターということで、いろいろアイテム手に入れました。紋章、うん、マイクのね、状況はね、まあまあいい感じで取れてるんじゃないかなと。あなたの国では罪人はどんな扱いを受ける、うん、そもそも罪人を捕らえる者がいないのだ。全ては混沌に飲まれた。はい、ということで、悪いことを聞いてしまったな。アイテムをね、たくさん手に入れました。ですね、まず武器が、向上するものの、何これ、懺悔？まあ今持ってる武器よりかは全然、でも、最小ダメージプラス4、最大ダメージプラス1、筋力プラス10。まあこれがどれぐらい差があるかですよね。片手用か、まあ。あ、敵を、結構いいですね。これはでもね、どうしよう。テンプラーに持たせてあげようかな。まあこの、機敏なる傷負いの赤棒。まあ、この辺はでもいらないですよね、正直。無謀なる冬のカーバー。まあ、まあいらないかな。今の武器かっこいいんであとはこれ茨を持つ布の下衣ゲイ貝かな。筋力プラス11。あ、知力力は絶対こっちの方がいいですよね。うん。マジックアイテムの発見率も高いので、これにしましょう。やった。いいアイテムくれましたね。お、宝を、でもこれは、巨人のね、腰帯の方が絶対強いですもんね。今までね、これ、妖体とか言ってましたけど、まあこれは腰帯ですよね、多分ね。アイテム、そしたらいらないやつは捨てていきたいんですね。かなりね、いろんなアイテム手に入れられるようになってきましたよね。うん。なので、まあ、殺戮のフランベルジュね。まあ、良さそうですけど、攻撃力的にはあんまりあれなので、まあ、18ぐらいのね、やつは捨てていきましょうか。天使のブロードソードもね、ずっとね、現役で使わせていただいてたんですが、まあ、もうね、結構今強くなってきたので、うん。じゃあ、従者さんにね、テンプラーさんに持ってもらいましょうか。戦場かけるものの不破。あ、テンプラ装備できないの？まさかの。あ、テンプラは片手剣しか装備できないのか。ねえ、片手武器しかね。あら、それは、まずいな。まあ、いっか。じゃあ、行きますよ。謎の男を探せ。バールは破壊の帝王であり？あ、読めない。死刑囚、官房。いや、納金この腰帯かっこいいですね。おい、テンプラどうした？いや、結構ね、やっぱ、マイク変えたら、すごく、おお。うん、自分の声も聞きやすいですし、ゲーム音がね、どれぐらいの音で録音されてるかっていうのはちょっとよくわかんないですよ。それっていうのもね、自分でそのバランス調節できるんで、今結構ね、マイク寄りに振ってるので、結構ゲーム音ちっちゃい状態で録音しているんで、うん、どれぐらいで録音されてるかはわからないです。はい。謎の男さん、解放したよ。もう、ダメだ。天使よ、剣を取れ。剣？ん？おう。思い出したぞ。私はかつて天界の天使だった。正義の化身だったのだ。私の名はティラエル。あれ、ティラエルってなんかねえ、重要な人物でしたよね、確かね。ティラエル、おかげで記憶を取り戻すことができた。私は警告を伝えに来たのだ。地獄に残っている帝王ベリアルとアズモダンがこの世界への侵攻を始めた。ベリアルはすでにカルディウムにその魔の手を伸ばしている。悪魔など恐れない。ベリアルを討ち、そのムクロに唾を吐いてやろう。急ごう。トリストラムに戻り出発の準備をするのだ。はい。ニュートリストラムでティラエルと話すということで、ベリアルさんですか。ベリアルさんが今のところこう、まあ、倒すべき相手なんでしょうね。はい、ではトリストラに戻りましょう。はい、トリストラに戻ってまいりました。アイテムもね、後で売っちゃいましょうね。イーモンさんね、イーモンさん会話増えてるかな。あ、ヘイドリックの父親の最後。あんたの目を見ればわかる。どうあっても俺の父親に何があったかを聞き出そうって魂胆だな。鍛冶屋よ、あなたはあまりに多くのものを抱え込んでいる。自分の感情を解き放つべきだ。そうだな。父は祖父の汚名を晴らそうとしたが、誰も耳を貸そうとしなかったんだ。それから1週間経った夜のことを、トリストラムから避難してきた連中が復讐に来た。父は逃げろと叫んでいたよ。その後、大勢の人間の不気味な笑い声が聞こえてきて、ジャスタスが俺を窓から逃がしてくれようとしたちょうどその時、父が階段を上がってきた。背中には2本の短剣が刺さり、首には鞭が巻かれていた。父親を殺した連中には復讐したのか？ずっとそうしたいと願っていた。しかし連中はどこかに姿を消した。だから俺は復讐心を後に残し、自分の人生を生きることにしたんだ。ヘイドリックのお父さんはだから王冠を作って、それによって王様が狂って、それによって町の人が殺されてしまったから、まあお父さんに対して復讐をっていうことなんでしょうね、きっとね。確かそういうストーリーでしたよね。君は東壁。どうして盗賊になった？そいつを話すと長くなる。それに恐ろしい話だ。耳を塞ぎたくなるような。欲しいものを買うだけの金がなかったのか？そんなところだ。もっと理性的に行動するんだな。あの女だって理不尽な女だったぜ。いや、全然恐ろしい話じゃないじゃん、スコーンドレル。難しい決断。自分の選択に疑問を持ったことはないな。物事が自分の思い通りになった試しがないんだ。常に道を選ぶことはできる。貧民街で育ってたとしても同じことが言えるかい？おそらくな。いや、脳筋さんすごい強いですね。私はどちらかというとこのスコーンドリルの方になんていうか、言いたいことはこう気持ちはねわかるって思っちゃいますけどね。ひどい話だ。まあ、君たちは変わらないかな。ホラス町長とかね。孔子の末路邸の人もね、結構喋ること変わったりするんでね。君は喋ってくれないか。君は？あ、もう喋ってくれない。町は救われたってよ。また外に出られるんだ。じゃあどうしてまだここにいるんだ？いや、外は新鮮な空気とシラフの人間ばかりだからな。まあこんなにもなんか行かれた環境で行かれた環境にいたらね、なかなかこう外に出ようっていう気にもならないかもしれないですね、今更ね。どの技を覚えるべきだろうか。はい、そしたらリアにまず話してみようかな。あ、リアはもう喋ることないか。住人は変わらない。新商品ちょっと見ていこうか。今日はいい商品が入ってるよ。指揮者の罰。まあ、何これ、守護者の果てしなき道。どんな効果？筋力プラス17。おお、マジック回転プラス 7%。これ結構いいんじゃないですか？必要レベル12。4842。筋力プラス17ってむちゃくちゃすごいと思うんですけど。いいな。まあ、ちょっとでも売却で、売れるやつは売っちゃいましょう。これで、これもね、いらないっちゃいらないんですよね。あ、でもこういうレア武器は分解してもらった方がいいかな。天使のショートダガーね、ショートダガーもいらないっす。これもいらない。これもいらない。まあ、20超えてないやつは売っちゃいましょう。あ、修理してくれるの？君も。あ、そうなの？でも64ゴールドかかるのか。まあ、ヘイドリックさんに修理してもらった方がね、なんかいいよね、気分的に。売却で、ブリガンダインか、欲に、じゃあこれを売って、ほんとね、売却価格が安すぎるんだよね。4ゴールドとかね、本当にこの世界のね、売却はね、本当に安いですね。本当ね、こう足元見られてるというか、ねえ、販売だけは高いくせにね、何も買ってくれないっていうね、天道者の家系、これもね、これもあんまいらないっちゃいらないと思うんですけど、どうですかね、いらないですよね、どう考えても。あれ？妖体、あ、これか、巨人の。欲にまびれし、獅子のウォリアーベルト。これもいらないかな。基本、なんていうんですかね。もう、腰帯は、ね、レジェンダリーのやつがあるんで、ほぼいらないと思うので、まあ、この辺は売っちゃいましょうか。この宮殿に飾られるし、循環の腰帯、腰帯。これもね、これもいらないので、ここもね、売れるというか、もうあとは分解しちゃいましょう。で、これも、何もないやつは売って、筋力プラス11ですもんね、これね。だから、この辺のやつもいらないので、売っちゃいましょう。はい、そして、さらばトリストラムの守護者、さらば予言の英雄、経典にはあなたがカルディウムで対峙する悪についても記されている。これだけは言っておこう。あなたは必ず勝つと。いや、めっちゃ強かったよ、さっきのブッチャーさんね。そしたらいいもんにおっとっとっといいもんに修理してもらいましょう。これいいもんに修理してもらったら、あれかな、なんか能力値とか上がったりしないかな。じゃあ全てを修理してみましょうかね。ほい。損傷したアイテムはもうなし？あ、これ装備品だけを今修理したからってことか。まあ、全て修理しようか。で、訓練は、これは、ね、未だにこれまだ決めてないんですけど、ゴシックシールド、まあね、すごいんですよ。防御力200ですよ。まあでも必要レベルがね、20ぐらいなんで、まあまだまだ先なんですよね。で、これは分解してみましょうかね。1個なんか分解してみる？まあこれ、ブリガンダイもいらない。これもいらない。ブロードソード。まあ、この辺も分解しちゃいましょう。赤。はい。この辺も。どうせ手に入れられるので、まあ、バンバン分解していきましょう。はい、じゃあこれだけ分解したということで、ではね、ティラエルさんとお話ししましょう。はい、行きますよ。友よ、時間がない。こうしている今にも、ベリアルの闇がカルディウム中に広がっているのだ。どうやってベリアルを探すの？探す必要はない。マグダたちがベリアルの元へ導いてくれるだろう。でもデッカードおじさんにお別れを言うのが先よ。手厚く葬ろう。マグダとベリアルには血をもって償わせる。東方への道案内をしてくれる大将を呼んでおいた。出発の支度が整ったら大将の頭に声をかけてくれ。ケインの葬送もその時にしよう。大将の頭と話せと。ティライルはなんかいろいろ教えてくれるかな。地獄の帝王。ベリアルとアズモダンについて教えてくれ。ベリアルは欺瞞の帝王だ。奴は何よりも力を欲している。そして終末の日に向け、千もの企みを巡らせているのだ。アズモダンとベリアルは兄弟だ。アズモダンは罪悪の帝王として、自国の残り半分を支配している。奴もこの世界に影響を及ぼしているようだが、いずこの地を狙っているのかわからない。ベリアルを倒せばわかるはずだ。兄弟とはいえ近頃は反目し合っているようだが、君が正しいことを祈ろう。はい、ベリアルとアズモダンね、あとマグダでしたっけ。はい、リアは何も話してくれない。で、大将のトームか、君か。はい、じゃあ大将の頭。友よ、カルディウムに出発するかい？おっと、もうカルディウムに行けるのか。カルディウムってリアの生まれ故郷でしたよね、確かね。ちょっと一通り街を巡ってみましょうか。新種のスケルトンキングが死んで、商売も上向きになるといいんだが。お、何これ、後を追う城壁の盾だって。まあ、カルディウムに行ったらもっといいアイテム手に入るかもしんないので。英雄に心よりお別れを言うぞ。さよなら、カルディウムでの武運を、リアお願いね。はい。どの技を覚えるべきだろう。リアお願いされちゃったよ。あの方だ。大勢が新しく志願してくれてな。嬉しい悲鳴を上げているよ。あなたのおかげだ。旅先でも気をつけてな。まあ大勢志願しても納金一人の力にはかなわないのでね。あ、君たちもう話してくれないのか。嫌がってたもんね、納金のことを。あんたにだけ教えるが。とびっきりの新商品が入ったんだ。本当に？確かにうさんくさいやつと取引することもあるが、儲けた分はあんたに還元するよ。いや、全然別にそんなすごいやつ入ってないじゃん。もう嘘つきやな。はい、ということで、街の人とは一通り、お別れの挨拶をしてきました。お別れの挨拶なのかどうかちょっとわかんないですけど、街の人はね、納金のことをね、だいぶね、やっぱり認めてくれてる、状態なのでね、気持ちよくね、カルディウムにね、リアと一緒に出かけましょう。はい、行くよ。カルディウムに出発するかい？サンクチュエリは、英語の戦いからの逃げ場を求めた天使や悪魔によって創造された。うん。いや、いいですね、このマイクね。非常に、いいですよ。トロフィーを獲得しました。俺はドリームの生き残り。ただのおとぎ話よ。おじさんは真実と思っていたけど、この世界のために犠牲になったのだ。志半ばにして犠牲？あなたに何がわかるの？イラエル、古の定めにより我々が人間界に干渉することは固く禁じられている。お前は意に介さぬようだがな。私は正義を成したまでだ、インペリウス。あなたは玉座の影にこそこそと隠れているだけではないか。黙れ。禁忌を犯した裁きを受けるなぞ。裁くことはできぬ。正義を司るのはこの私だ。我らの力はいさかいのためではなく、罪なき者たちを守るためにあるのだ。だが天使の掟がそれを阻むというのであれば、私は兄弟であることをやめよう。そうだったのね。あなたは自分の意志で。貴様。私は落ちた。自らな。なぜなら人間こそが唯一の希望だからだ。信じてあげられなかった。作り話だとばかり。おじさんが果たせなかった使命。きっと終わらせる。私が後を継ぐわ。トリストラムに安息が訪れた。次の目的地はカルディウム、東方の大都市だ。この町は残る地獄の帝王の一人ベリアルの魔の手に落ちている。私が必ず解放してみせる。はい、秘密の野営地、やってまいりました。いや、非常に素晴らしい、何ですかね、ムービーが入りましたね。いやー、美しい。ティラエルさんは、自ら人間を守るために天使を辞めたんですね。だがそのティラエルさんが落ちてきたせいで、トリスラムの方々はものすごく迷惑を被ったんじゃないかと私は思っているのですがというのも、その流星となって落ちてきたせいで、それからね、死者が蘇るようになったからなんですよね。あ、これ保管箱に入れといてもよかったかな。あ、イーモンさんがいるぞ。イーモンさん、会話は変わらない。おっかねえ、新しい品物が入ったの見てってよ。新しい人、行商人スクワードさん。はい、トリストラムから来たそうね。私の家族もあそこの出身なの。あの町は運に見放されてるそうでしょ。いやあなた方の町もベリアルに支配されてるなら結構運に見放されてるんじゃないの。寒気を寒気かな寒気かな寒気をまとう翼持つ刃。おアーケインダメージ。生命力プラス22。いや、なんかいいアイテムが売られてますよ、いっぱい。まあでもこういうのが売られてるってことは、おー、ねえ、なんていうんですかね、ここら辺歩いてても手に入るんじゃないかと思うので、まあ、こういうのは買わないで、行きましょう。誰？あ、スコーンドリルだ。ドリルさんも変わらないよね。みんなここに来てくれるのか。じゃあ、リアもここにいるかな。ねえ、リアがいたらリア連れて行きたいんだけど、そろそろお別れしたいんだよね、テンプラさんと。ねえ、男二人のむさ苦しい旅をね、そろそろリアと一緒に行きたいんだけど、あれあ、リア。リアか。あれあ、ティラエルさん。あなたはカラって誰？驚嘆。私は生まれてからずっと町を出たことがありません。宮殿の外へさえ出たことがなかったのです。ここへ放り出された時、もうダメかと思いました。恐ろしかった。でもこの眺め、世界がこんなに大きいなんて思ってもいませんでした。なんと美しいのでしょう。確かに美しいね。これがカルディウムという町か。これはリアの出身地がカルディウムでしたよね。じゃあリアとお話しましょう。着いたわ、カルディウム。東方の宝石と呼ばれる町よ。デカードおじさんはこの町を愛していた。ケインもこの町が欺瞞の帝王ベリアルの術中に落ちるとは思わなかっただろう。奴の匂いが漂っている。二手に分かれよう。あなたたちはベリアルを見つけてくれ。私は手下のマグダを追う。ケインの敵討ちだ。ちょっとティラエルと一緒に行くの、リア。私と一緒に行きましょうよ、リアさん。シルマク商人さん。品物についてた血はもうほとんど拭き取ってあるぜ。品物についてた血？あー、死者の恵み。あ、これいいね。移動速度プラス 8%。あー、アイテム発見率も上がる。初めてちょっと買い物しちゃおっかな。何これ、沈黙する者に語られる伝説。あー、知力か。まあ、脳筋に知力はいらないかな。これいいですね。お金はおいくら万円ですかね。5331。高いなぁ。もうちょっといい武器が手に入ればね、もうちょっと我慢しよう。古の恵みにより。治療はまあ別に特に必要ないので、ポーションね、前回のブッチャーとの戦いでかなり使えましたね。あ、いいもんが、話すことが変わってる？カルディウムへの帰還。久しぶりのカルディウムはどうだ？二度と戻るまいと思ってたが、まあご覧の通りさ。父親の身に起きたことのせいか。俺自身に起こったことのせいさ。癒えない傷ってのはあるもんだし、そういう傷を引っかいても仕方ない。そうだろ？それに気候も合わないしな。カルディウムはどっちかっていうとなんかこう乾燥したね、土地って感じですよね。君も話すこと変わってるかな？スコーンドリル。ドリルは変わってないか。よし、じゃあ、カルディウムのバザールに行きましょう。この先だね。ああ、いいね。カルディウム。テンション上がりますね。チュートリアルが不要な場合は、オプションのゲームプレイから非表示にできる。まあ。背景もなんかちょっと変わってますね。おっ、すごい。あなた、足洗。うわ、カルディウム。いいね、カルディウム。聞いた？ハカン皇帝は帝臣全員を町の外へ追放したんだって。私たちと一緒にここに足止めされてるみたいよ。まだこの世にも正義があったんだな。正義だって？確かにあいつらは横兵でいけつかない連中だが、今夜ばっかりは気の毒だぜ。今夜何があるの？あいつらは俺たちが見たこともないような宝石を身につけてて、そんな状態で眠らなきゃなんないってことだよ。どういうことだ？なんか女の子がいっぱいついてくるんですけど、どういうこと？じゃあ、奥に行く前に話しかけましょうか。アシェアラさんね。衛兵、ここの難民はどこから来た？衛兵ではない。私はアシェアラ、鉄郎団の指揮官だ。我々はマグダの教団からこの難民たちを救ったが、教団は国境地方のあらゆる場所で狼藉の限りを尽くしている。奇遇だな。私もマグダを追っている。あの女はどこだ？あの女はアルカーナスに向かい街道を遮断した。だが他にも道はある。カシム全焼基地を通っていくのだ。ん？カシム全焼基地、あれ難民。この者たちはアルカーナスの邪教徒の手から逃れてきた故郷を遠く離れた難民たちだ。なぜ彼らは町に入れないのだ？この得体が誰も中に入れようとしないのだ。難民にとっては死刑を言い渡されたも同然だ。鉄郎団は傭兵部隊だったが、ある時ザカラム教団の司祭たちによる皇帝ハカン一世の世継ぎ探しを手伝ったのだ。それ以来我々は皇帝陛下の近衛兵団となった。だが数ヶ月前、最初の難民たちが到来してから全てが変わってしまった。市民を難民から護衛するために新しい近衛隊が設立されたのだ。我々は砂漠で邪教徒や魔物どもと戦わされ、そして最終的には近衛隊に地位を奪われた。そうなのか。いい立場にいたのにね。もう難民さんが訪れたせいで、まあ要はマグダのせいだよね。あ、リアがいる。ティラエルと私の調査で、鉄郎団が砂漠でマグダと戦ってることが分かったわ。皇帝は鉄郎団の代わりにこの衛隊を設立し、市内への出入りを全面的に禁止しているの。どうやら鉄郎団は死に追い込まれたようだ。ベリアルが動いたに違いない。町に潜入する方法を見つけなければ。子供の頃、おじさんが研究に没頭している間、私はカルディウムを探検して回ったの。下水道から町に入れるはずよ。よし、私がマグダを追う間、調査は任せたぞ。気をつけろ。アルカーナスではマグダが罠を用意しているだろう。もう完全に別行動って感じですよね。いやほんとこれなんていうんですかね。ハカン2世の命により市内に入ることはできん。当面全員ここで待機するように。入れてくれ。カルディウムでは色は富の象徴だ。田舎者と思われるのは嫌だろう。染料を買って少し染めてみるのはどうかね。おう、染料を買って少し染めてみるのはどうかね。なんかさっき難民さんがなんか入れてくれって言ってました。あ、これか。話は国境地方、国境が破壊されたというのにお前たちは何をしている？あれ、あなたの会話が聞けなかったね。まあ仕方ないね、聞けなかったから。聞きたかったんですけどね。そこの小娘、この悪臭は何だ？下水ですよ。そこの穴が下水道に通じてるんです。門を閉ざされたのは皇帝陛下なりの理由があってのことだろうが、なぜ我々がお仏まみれの地下道の脇で眠らねばならんのだ。貴族様に助言して差し上げるわ。私があなたなら壁を背にして眠るでしょうね。いや広いですね、この町ね。しかもトリストラムと違って、まだトリストラムよりはマシなね、空気感ですね。忍耐。追放された貴族の多くはラットゴーレインに逃げたけれど、私は嫌よ。皇帝陛下のご乱心が収まるのを待つわ。ご立派なことです、ご夫人。では先ほど走り去った対象のことはもういいのですね。なんと無礼な、下船の者がこの私に話しかけるとは。失礼いたしました。あなた様のご憂慮につきましては陛下に掛け合われるのが良いでしょう。焼けつく砂手、どうやらアルカーナスが邪教に破壊されてる。住人が生きたまま皮を剥がれてるのを見たわ。どうやらここの、カルディウムの町も皇帝陛下がご乱心なさってるようですね。まあそこに、ベリアルさんが1枚噛んでると、そういうことでしょう。では、孔子の末路邸に似たようなところの焼けつく砂邸に行きましょう。ディエブレ、早っ。ロード早いんですよね、このゲーム。住人。私の家族は、みんな死んでしまった。私の家族は、みんな死んでしまった。暗いな。アルカーナスの難民だ。私のすべてはアルカーナスにあったの。もうおしまいよ。アルハジルの分厚い書物。カルディウムの略史。庶民の多くにとって、カルディウムはその評判を伝え聞くだけの高嶺の花のような町である。この交易都市には数千年の歴史があり、魔術師氏族戦争より以前から存在している。魔術師氏族戦争の後は、数世紀にわたって中立の立場を取っており、このおかげで、近隣都市であったビジュジャンと違って破滅を免れ、交易を発展させてきた。今の話聞いてる間に、この辺のちょっとね、地形というか作りを見てたんですが、すごくこうランタンっていうんですかね、この照明とか綺麗ですし、これ見てください。この光にこの埃が散ってる時って、こういう風に光に反射して綺麗に映るじゃないですか。こういうのがね、すごく美しいですよね、この世界観。宿の商人サディア。皇帝と近衛兵どもがもっと早くおかしくなってくれてたらな。町から追い出された連中のおかげで俺の商売は大繁盛だ。あ、そうか。あ、ここなんか文句とかの武器が売ってますね。誰か仲間になるのかな。コソ泥を狩る死神、これなんだ。レベル20だって。あ、これ本当は装備できるけど、鍛冶屋の来航。手袋。まだ装備できないってことか。貴族の女。この惨状を見なさい。子供を皇帝の座に担ぎ上げたりするから、こういうことになるのよ。子供を皇帝の座に担ぎ上げて、その裏に、摂政というかね、藤原政治みたいな感じですよね。摂政関白ですよね。関白かな。摂政かな、ちょっとどっちか忘れましたけど、そういった感じで裏で操ってるやつがいるっていうね、そういう感じでしょうね。それがね、ベリエルさんの息のかかった方なのか、ベリエルさん本人なのか。採掘屋だ、採掘屋さん。ここにあるのは水路で見つけたんだ。俺のおすすめはそのピカピカのやつさ。ピカピカのやつ。でもそんな大した武器がないので、アルカーナスへはこの門から行ける。渓谷の橋とカシム全焼基地を通る長い道のりになるぞ。砂漠に着いた鉄老団から何の知らせもないんだ。カシム全焼基地に着いたらデイビッド隊長を訪ねてくれ。カシム全焼基地に着いたらデイビッド隊長を訪ねろと。では行きましょうかね。今回はね、そのカシム全焼基地に着いたら終了にしましょうか。マイクのね、調整もあるので、邪悪なマグダに正義の裁きを。うまく録音できてるかどうかちょっとわかんないんですよ。誰だ君は。エンチャントレス。旅人よ、気をつけなさい。邪教徒が砂漠の道に陣取ってる。通ろうとしたら殺される。いや、死ぬのは奴らだ。私は奴らとその狩猟を倒しに来た。なら一人で行かないで。私がお供する。え？おお。この先に幻影がある。普通の人にはただの蜃気楼に見えるんでしょうけど、私には真の姿が見えるの。邪教徒の魔術よ。あなた、狙われているわね。邪教徒どもは前にも私を倒せなかった。今回も同じことだ。だが、警告には感謝する。彼女は、これまでに会った誰とも違うな。彼女の肌は滑らかで、まるで磨かれた象牙のようだ。それにあの目は二人で何をブツブツ言ってるの？いや、なんでもない。天ぷらだけだよ、ブツブツ言ってんのは。大丈夫か、天ぷら。こいつが敵だったらどうすんだよ。ねえ。なんかこう簡単に信用して連れて行ってくれてるけど、こいつに裏切られた場合はどうすんだよ。ねえ。ほんと警戒心がないというか。よいしょ。おお、なんだ、罠か今のは。ああ、強いね。脳筋の一撃が、もう強烈な一撃が入りますね。よいしょ、回避。おーっと、なんだこいつ。あ、でもなんか街の敵というか、まあこの普通にいる敵はそんな強くもないですね。岩の中だ。岩の中、あ、岩の中からこいつが出てきたってことか。おお、なんか降ってきたぞ。いやー、これはまたあれですね。なんか音、あの手この手でいろんな敵が出てきますね。あー、めっちゃなんかダメージ受けてる。強いぞ。本当はもうちょっとレベルが上がってないときついのか、この周辺は。多分難易度結構イージーっぽい難易度になってるんで、割かとね、低いレベルで来てるんじゃないかなと。どの技を覚えるべきだろう今持ってるんですよね。多分14とか15とかそれぐらいなんで、めっちゃダメージ受けてる。なんなん、強いってめっちゃ。どういうこと？ちょっとレベル確認しときましょうか。脳筋レベル、あ、16か。あー、どうしようね。もうちょっと防具、ねえ、防御力高いやつに振り分けた方がいいのかな。いやー、防御力って530もあるのに、ものすごいダメージ受けるっていうね。まあまあ、自動回復してるんでね、そこは、よいしょ。よいしょ。よっと。新しく仲間になった人って、名前見れないのかな。ちょっと忘れちゃったんですよね。天ぷらが、もうちょっとレベル上がるのかな、天ぷらも。2とかしか当たってないんだよね。あなたの攻撃ね。気をつけて。奴らが近い。誰もいない。道は塞がれているぞ。おーおーおー、錯乱した兄弟員。魔物どもがお前の骨まで食らい尽くすだろう。お、魔物が出てきた。テンプラすごいなんかノリノリだね。じゃあエンチャントレスさんにこれが多分原因なんだろうね。これをあげてもらいましょう。なぜ待ち伏せのことが分かった？私はエンチャントレス、魔術と現実の専門家よ。名前はアイレーナというの。助けに感謝する。この地にはどんな用で来たんだ？なあ、人探しってところよ。それよりこの道を通れるようにするわね。おお、アイレーナさんね。アイレーナさん。隊長、後ろです。鉄ローダーよ、郵便を。お、鉄ローダーに会いましたね。早いな。あなたがいなければ、皆ラクニ族の餌になっていただろう。アルカーナスへの道にはもっと多くのラクニ族がいるのか。それどころか、邪教徒どもが砂漠にある2カ所の隠れ家から魔術を使って黒の渓谷の橋を見えなくしているのだ。北にある遠吠えの大地に向かいましょう。邪教徒の魔術はそこから発生しているみたい。はい、ということで、北にある遠吠えのなんとかに行けと。まあ北にとりあえず向かっていきましょう。うわうわ、蛇がいる。うわ、サソリもいる。うわ、細かいなあ。なんかこう砂漠地帯ってさ、武器の箱木添いの所だが、砂漠ってなんていうんですかね、聖剣伝説3の何これ、まあ体験版ですね。体験版もホークアイというキャラクターで砂漠を歩いてるんですが、こういう細かい感じのね、作りじゃなかったですよね。こんな虫とかね、こんなのいなかったですもん。この辺がすごい作りが細かいですね。もう少し急がなくて。そんなに急がなくていいって、天ぷら。まずはあ、でもここはマップ的にはただマップがあるだけで、そのラクニ族っていうやつが出てくるか出てこないかだけの判定なんですかね。じゃあ、まあそんなにね、探索しなくてもよかったのかな。そう、結構今ね、マイクを、口元から何センチかな、50センチぐらい離してるんですよ。また幻影で邪教徒どもは足跡を隠すつもりだったらしいわね。でもこんな弱い術じゃ簡単に打ち消せる。この足跡をたどれば奴らの隠れ家に行けるはず。儀式を止めましょう。うん、他に魔術の痕跡がないか調べてみるわ。いや、なんであなたは協力してくれるんですかね。君なんだ君はおーおーおー、そうだから動機が分かんないんでね、怖いですよね。急に協力するわって言われても、うん、まあまあまあ、そのね、目的としてる町の人っていう可能性もありますけどね、うん、その目的としてる町がまあボロボロになってしまったから。見て、また足跡が隠されてるの。その町の人たちを救うためになんか誰かいないかなって感じで待ち伏せしてたってことかな。うん。たたれ谷。あ、なるほど。道は繋がってたわけね。あ、足跡あるね、ここにも。どうしよう。ちゃんとした足跡を追っていくか。少し回り道しながら、この辺回っていくかって感じですよね。アイテム的にね、もう一段階上のアイテムはね、おっ、そう簡単にはどうも出てこないっぽいですね。痛い。おいしょ。ほい。おっと。よいしょ。オッケー。だんだんね、ちょっと画面が。なんという化け物だ。そうだね。よいしょ。はい、体力回復。いいね。アイリーンさんでしたっけ。ショートダガーはいらないので、これは捨てます。で、手に入れたのは、分厚いレザーマント。おー、やっぱ守備力とかもうそろそろ結構いいやつが手に入るようになりましたね。よくにまみえし、鷹のブリガンダインコートか。これは、これはいらないかな。旅人用帽子、これも捨てましょう。はい。まあ一応ここの後を追っていこうかな。うん。この方がいいかも。あ、ここが邪教徒の隠れ家ね。奴らはこの中から現実をかけているようよ。はい、隠れ家発見しました。でも早いね、隠れ家発見するのね。よいしょ。あ、脳筋アタックでも一撃で倒せないか。これはお金か。じゃあこの辺を少し探索して、何これ。昇降機のレバー。はい。おお、アイテム出てきた。大していいアイテムじゃないね。両手コンボいらないし、うん。で、足元もなんかもらってましたよね。これはまあまあいいアイテムかもしんないですね。まあでも足が速い方が、私としてはありがたいので。おっと、脳筋、下行けるぞ。うん、この先行ったら、あ、何もなしか。よいしょ。お、強いね。やっぱ脳筋の一撃がね、やっぱ強いですよね。ほいっと。他のキャラクターはね、4とかしかダメージ当てられないんで、ほんともうスズメの涙というか。何君は何。おおおおお。よいしょ。あっちの隠れが行ってから、手強そうなやつ。なんか、何してんのテンプラーさんがめっちゃ固まってましたね。よいしょ。そう、邪教徒のマップをクリアしてからここら辺探索した方が効率はいいのかもしれないですね。うん。まあ、ストーリーが進むかもしれないですけどね。名工が仕上げたブロードソードいりません。あ、分厚いヒーターシールド。まあ、両手剣なんで、まあ一応まあ持つだけ。幸運をもたらす鷹の厚手ブーツ。便乗プラス17。まあ、これで速度が上がればよかったんですが、まあ、厚手ブーツを捨てて、これでいきましょうか。そう、だから、マイクとの距離結構離してるので、これで音量が足らなかった場合が、結構あれなんですよ。きついんですよ。ヘッドフォンでね、ある程度、ブーストして自分の声を聞いてるので、実際録音されてる音量ってそれより結構ちっちゃい音でね、録音されてるみたいで、おっと、なんだこいつ、剣を持っているような強そうなやつがいると。よいしょ、ここはね、うわっと、やばい、これは重傷だ。やばい、強いぞこいつ。君か、強いのは。ものすごいダメージ受けましたね。やばいぞやばいぞ。よいしょ、傷が回復した。いや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 、強かった強かった。ちょっとこっち側はまだあれか、均衡の取れた旋風、まだ行くべき場所じゃなかったかな、こっち側ね。おお、下の方にいっぱいいますね。あんな下まで行けんの？行けそうですね。まあ先に目標である教団の、まずは邪教徒さんをね、なんとかしましょうか。なんとかね、とりあえずね、このマップ広そうですから、あんまりこう歩き回ってると元の目的の場所まで帰ってこれなくなるかもしれないので。よいしょ。まあアイテムがそんないいやつが手に入らないっていうね。前回のマップね、結構いいアイテムいっぱい手に入りましたよね。よっと、ほい。三角がチェーンでしたよね。バツなんだったかな。ちょっとバツの技も使っていきましょうか。秘密の儀式、これね。じゃあ行きましょう。入りますよ。おーい。はい、やってまいりました。秘密の祭壇。バツの技使います。あ、バツの技は投げ技か。投げがバツでしたね。三角が鎖で、四角が確かフリーズでしたよね。敵を動けなくするみたいなやつです。あ、じゃあスプリントか。四角スプリントか。なるほど。足が速くないです。割り当ててましたね。なんだ、ケインのなんか鎧、なんかカバン、なんか手に入りましたよ。あれ拾わないと。ケインの片身。よいしょ。これで幻影の一部が消えるはずよ。地獄の七帝王。地獄の七帝王について書き記すのはあまり気が進まない。彼らは悪の中の悪であり、その名を口にするだけでも周囲の空気が汚されるように感じるからだ。彼らはベリアル、アズモダ、デュリエル、アンダリエルの4小悪とメヒスト、バール、ディアブロの3大悪に区別される。悪は7人とか7体いるってこと？アカラットの祝福を英雄に幸あれ。もう希望も何もないわ。みんな一応帰っていってくれるんだね。じゃあ7体倒さなきゃいけないってことなんでしょうかね、最終的にはね。7体一体も倒してない気がするんですけどね。大丈夫かな。見て、また足跡が隠されてるわ。じゃあこの足跡を追っていきましょう。秘密の祭壇の儀式ね。前回は集会場で、今度は祭壇を探せと。ほいほいほい。よっと。で、この先は、一応このカゴだけ受けておきましょうか。ほい。移動速度が上昇しました。ほい。ほい。こいつすごいよね。ジョジョの奇妙な冒険のスタンドを思い出しますね。第5部のね、なんていう名前でしたっけ、ナランチャが戦ったやつ。見て、また足跡が隠されてる。よっと。水の中を移動してくるっていうスタンド使いでしたよね。こっちか、こっち。うわ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 。こんなこう、なんかこう待ち構えたかのような敵のね、配置。数多いな。しかし強いな。うおー。よいしょ。お、宝だ。おっと強いの手に入りましたよ。対象ダメージプラス6。片手斧か。ちょっとこれ装備してみようかな。ね、片手斧。で、まあ、斧を手に入ったね、盾をね、盾を装備しましょうか。ね、分厚いヒーターシールドを装備して、ヒール、あ、ヒールの指輪か。ヒールは微妙ですよね。あ、ライフプラス2か。瞑想の指輪。知力プラス10。知力って別にいらないですよね。うん。よいしょ。あ、斧結構いいかもね。なんだろう、攻撃のスピードが速い。あ、まあまあ、祝福のおかげかもしれないですけど。どっちの足跡が正解だ？右左ありますよ。あ、でもそこに、あ、ここか。ここが入り口。おい。シロッコの洞窟。何これ？全然関係ないとこに着きましたよ。シロッコの洞窟。うん。まあ、過去の経験上、洞窟とかクリアせずに終わってしまうとね、もう二度とこう、いけなくなってしまうというね、過去の経験がありますので、クリアできそうだったらクリアしておきましょう。え？っていうか、これ、ここで終わり？そんなことないよね。え？これか？シロッコさん。うわー、なんか、何これ、虫の死骸。あ、なんか剣が出てきた。名工が仕上げたブロードソード、いらないな。スライムピュア。なんかもう考えうる限りの気持ち悪い生物がいっぱい出てきますね。なんかでもやっぱり、うわー、なんだ今の。気持ち悪い。なんかもうあれですね、これでもかっていうぐらい出てきますね。冒険者が愛用するハーネス。よっと、まあ脳筋のレベルもまだ上がらないか。ほら、君か。うわ、君か。よいしょ。でもレベル1ってことはレベル2、レベル3と、まあ、奥に行けば行くほど多分奥に行く道があるんでしょうね、きっとね。それはそれでちょっと大変だな。よいしょ。はい、じゃあ遠目から撃って、ああ、ダメージ受けた。まあお金はちょっともらっとこうかな。奥にとりあえず進んでみましょうか。何もなし。ここも何もなし。まあ、あいつね、動けないんでね、綱から出てくるやつね、別に戦う必要もないなっていうね。あ、何これ、上に行ける？行けないか。よいしょ。特に何もなかったりする、もしかして。斧結構いいね。振りのスピードが速いので、割り方こういいんじゃないかなと。まあ今まで両手剣で戦ってたんで、だからダメージ受けてたんじゃないかという説もあるにはありますよね。盾にしてからそんなにダメージ受けてないんじゃないかと。うん。あ、移動速度上がりましたよ、また。これでさらに敏捷の魔法を使ったらどうなる？うおー、早い早い。早いですよ、脳筋さん。こう、何もないかな、もしかして。こうね、ちょっとブーって回ってきたんですが、ただ繋がってるだけとかそんな感じじゃない？もしかして。ブーっと回って、上下で繋がってるみたいな、そんな感じじゃない？いにしえの民が祝福している。レベルが上がった。はい、恐怖の雄たけび。サイドアーム、フレンジのルーン、アンロック、ルーンをアンロック。はい、では見てみましょう。アイテムがいっぱいあるので、いらないものはもう捨てていきたいので、これはなんだ？毛皮の手袋。まあいらないかな。で、冒険者が愛用する鎖片びら。あー、これめっちゃいいじゃないですか。ね、じゃあこちらにしましょうか。これはバンド。まあ、これはね、もうほんと巨人のお忍びがあるので、この辺は全部いらないということで、捨てていって、で、10スキルが、覚えたのがこれか。これの恐怖の雄たけび。圧倒的な雄たけびは15秒間25ヤード以内の敵から受けるダメージを 20% 減少させる。まあ、いらないかな。こちらは新しいやつ、これ。フューリー生成量3。武器ダメージ 110% のダメージを与えず、このスキルを1回使うことごとに攻撃速度が 15% ずつ上昇する。この効果は5回まで蓄積され、攻撃速度は最大で 75% 増加する。サイドアーム。25% 確率で付近の敵1体に対して貫通性の斧を投げ、その軌道上の敵すべてに武器ダメージで 110% のダメージを与える。これが、今まで使ってたのが、波動じゃなくて、これでしたかね。これかな？ノックバック。波動2発。あ、違うな。これだね。多分。まあ、ちょっとこれ使ってみましょうか。じゃあ、このサイドアームっていうのね。じゃあ、こっち行って。よいしょ、ダッシュ。おい。あれ、今まで使ってたやつこれじゃないよね。なんかこう周りをこう取り囲む技でしたよね。もっとこう攻撃範囲が広くなるやつで。あ、やっぱりこうただ繋がってただけか。道なし？何もなし？うわ。これはやってしまったか。下側ですかね。ちょっとダッシュして。ほぼ音楽がないっていうね。ああ、これ後で合成するとき大変ですよ。こういうの。音楽なしはね、大変なんですよ。おっと、これでレベル2に行けると。どの技を覚えようか。じゃあ行っちゃいますか。レベル2ね。はい。まあ、ここはちゃちゃっとクリアしちゃいましょう。よいしょ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 。あ、ボスらしいやつがなんか出てきましたね。よいしょ。よいしょ。噛みつきのシーン。あっとっと。おお。脳筋の攻撃かなりね、スピード上がってましたね。これはとりあえず全部取って、で、いらないものはもう全部ブロード、出ていきましょう。イバラ、ハーネス。ハーネスもいらないですよね。で、手のやつの毛皮の手袋。これもいらない。これは熱き獅子の鎖片びら。これいいじゃないですか。筋力プラス19。はい、じゃあこれを装備して。頭は冒険者が愛用する獅子のゴイフ。あ、これ。筋力プラス18。これ装備します。いや、強くなりましたね。脳筋さん。鷹のバンド。敏捷性プラス14。あ、じゃあこれにしましょう。で、これはバンド。普通のバンドはもういらない。宝を求める熊のヒーターシールド。デミルクプラス24。マジックアイテム発見率プラス 7%。どっちでもいいんですけど、防御力上がるか生命力上がるかですよね。まあ。防御力にしとくか。で、スキルが、丸のやつが、攻撃速度が上がるやつよりも、こっちですよね。これでしたよね。使ってたのね。で、爆発のやつつけて、よいしょ。これクリアしたことになるのかな？これでね。これも、あれじゃない？周りに、ダンジョンの入り口まで戻れるんじゃない？ね、ほら、これ。ね。一応こっち側を見ておきましょうか。ダッシュ。やっぱもうないね。あ、じゃあこのダンジョンはクリアしたということで。はい、なんとかってかかなりもう、楽々にクリアさせていただいたので、一応今回は、秘密の最大の儀式を中断させたら終了しましょうね。うん。カリウムね。うん。見て、また足跡が隠されてるわ。おい。じゃあこの足跡を追っていきましょう。さっきの地下の方に行くのかな、やっぱり。こっちだよね、多分。ここが邪教徒の隠れ家、ね。ああ、ここか。奴らはこの中から現実をかけているようだ。はい。肉だ。じゃ秘密の集会場ね、やってまいりました。おい、あ、近いね。儀式が邪魔された。もう邪教徒さんのとこに来ちゃいましたね。よいしょ。まあこれはね、これも楽勝で行かせてもらいますよ。これで邪教徒のあいつら私の亭主を拷問したのよ。うん、活気は取ってあげるわ。ごめんなさい、なんかちょっとセリフ最後までちょっと聞けなかったですね。これちょっと後で動画で確認皆さんしてくださいね。拷問の樽、傷負いの指輪、うん、あんまりいいアイテムがね手に入れないですよね。物理ダメージプラス2と4か。うん、あ、じゃあ今回はここがちょうどキリがいいかな。囚人さん、あなたは命の恩人だ。ありがとう。はい、でこれで一応目的を達成したんですが、こっからどうなるのかな。おい、おっと。で、橋に向かえということで、うん。遠吠えの大地の北部にある黒渓谷の橋に向かえ、これでアイレーナに黒渓谷の橋を渡れるようにしてもらえる。邪教徒を大勢殺したが私の気持ちが満たされることはない。理由ははっきりしている。マグダだ。あの女が知らない限り私は満足できない。ということでどうしような。教えて、マグダを倒した後はどうするの。地獄の帝王ベリアルとアズモダンがこの世界を侵略しようとしている。奴らの軍勢を倒し頭蓋骨を砕いてやるのだ。なるほど。どうやら私が探していたのはあなただったようね。うん。でここを今回本当のことを話す時が来たよね。本当のことを話してくれるの？はい。じゃあ本当のこと聞いてみましょう。私はカルディウムの出じゃないの。この魔術は1500年前に学んだものよ。私たち姉妹団は偉大な力を持った人物に忠誠を誓っていて、その人のことを預言者様と呼んでいたわ。彼は私たちを鍛えた後、この時代に目覚めるよう魔法の眠りにつかせた。私の使命は地獄の帝王の侵略を防ぐことなの。お告げや予言の類は最近では珍しくもない。しかしあなたのは少し違うようだな。共に戦うことを歓迎しよう。はい、エンチャントレスは魔法の使い手であり、杖、両手持ち剣、両手持ち名水、両手持ち斧を装備できます。天ぷらの代わりにエンチャントレスを加えますか。その場合、天ぷらは町に戻り、いつでもパーティーに加え直すことができます。はい。共に悪と戦いましょう。ごめんね、天ぷら。ようやく花のある方がね、仲間になりましたね。はい、ではアイテムをね、正気を継ぐ星明かりのモーニングスターというのを手に入れましたが、大したダメージじゃないので、使わないでおきましょう。では、アイリーンさんでしたっけ？あ、エンチャントレスさんね。エンチャントレスさんって、これレベル、めっちゃ低いんじゃない？大丈夫かな？じゃあ、フランベルジュ装備してもらう？エンチャントレスさんね。あ、めっちゃかっこいいエンチャントレスさん。これはいいですね。これはもう動画としても、ありありですよ、本当に。そしたら、瞑想は？知力プラス10。うん、知力にじゃあ振りましょうか。これ、やばいね。レベルがね、多分1とかそんなんじゃない。あ、レベル 16？ これで大丈夫か？エンチャントレスの。あなたがそう言うなら。いやー、エンチャントレスさん。スキルは何も覚えてない。大丈夫かな？なんかすぐ死んじゃいそうな気が。ちょっとじゃあ、次はカシム全焼基地を探すんだったな。まだ少し遠いけど、北に行けば見つかるわ。はい、ということで、エンチャントレスさんと一緒に進んでいきたいんですが、うん、大丈夫かな？戦闘が苦しくなったりしないかな？うん、ほぼ多分脳筋一人で戦うことになりますねこれ。まずいな。回復した。やばいやばいぞ。テンプラが今まで回復してくれてたんですが、それがなくなってしまったせいでちょっとやばいね。おお 120? めちゃくちゃダメージ受けてる。おいおい、よいしょ。はい、ということで今回はねここまでにね収録しようかなと思いますが、ここのウェイポイントの前まで戻りましょうかね。邪気が大気に満ちてるわ。近づいてるよね。はい、ではアイテムが冒険者が愛用する傷負いのメイズということで、今の武器よりも強そうですね。一緒か。一緒ですね。レザーカフス。これいらないということで。うん。はい。では。はい。では今回はね、ここでね、収録終了したいと思います。だいぶ進みまして、カルディウムというね、大陸に、町にやってきて、まあそのカルディウムという町が、ですね、ベリアルさんっていうね、悪魔に支配されているということで、まあ、ケインの手記みたいなのがまた見つかりまして、で、ベリアルさんっていうだけじゃなくて、まあ、悪魔はね、実は7体いるということで、ベリアルさん倒した、もしここで倒したとしても、あと6体いるっていうことじゃないですか。これいつ終わるのかなって、ちょっと疑問に思ってるんですけど、まあ、今回はね、まあ、そのカルディウムの街をね、解放するっていうところに片足突っ込んだっていうところで終わって、にしましょう。マグダをね次回倒せたらいいんですが、またマグダ逃げるかもしれないんですよね。うん、で、仲間の一人のねテンプラさんを外してしまったんですが、テンプラさんがいたら3人でもしかして行動できてたのかな、ちょっとわかんないですけど、まあ今回はねこういった結果で終わりました。またね、次回も、やっていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。で他のね動画もねやっておりますので、再生リスト見ていただいて面白そうな動画がありましたらぜひご覧になってください。あとチャンネル登録グッド評価もお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。